はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ、今回はですね、シラス高校野手でやっていきたいと思います。で、シラスの強化なので、まあ、赤原の PSR プラコがいましたんでお借りしてます。で、今回のコンセプトはちょっと打撃重視のキャラを作っていこうかなと思いまして、まあ、赤原アーティスト取って新海ちゃんでアーティスト、これで新アーティストですね。で、デンジが広角砲を取って、で最後に広角砲を取って新広角砲で、さらにカリスマと威圧感をつけつつ独身術もある勝負師みたいなそんなキャラで、ホムラちゃん PSR の無料ガチャでなんか出てきたんで、ちょっと使っていきたいと思います。まあ、選手兼彼女キャラで、まあ、どうしてもシラスはね、ちょっと何にもすることがないターンとかが出てくるので、そういった時にデートをしていこうかなと思います。まあ、ちょっとこれでやっていきましょう。で、持ち込みはちょっと天才やります。で、まあね、1カロリー、そこまでみんなね弱くないはずなんで、天才を使わないと多分遅くなっちゃうんだよね、船長になるのが。で、最初はまあまあまあ評価上げなんで、監督と小村ちゃん、まあ、監督は別に試合が多いから勝手に上がっていくんでいいんだけど、あー、ここ3人いるか。なんかまあ最初の2ターンはね、特に本当にやることがないというか。お、天才覚醒した、早12。まあまあまあありがたい。これでどうなって、これでもまだ船長になれないからね。98、あと18も上げなきゃいけないのか。どうすっかな。新海ちゃん、余剰、この3人を基本に回していく。船長はで、ホムラちゃんもホムラちゃんでちょっと評価上げて彼女にしたい。もうホムラちゃんが彼女にできる時代が来てるからね。昔からすると夢だったからな、ホムラちゃん彼女とかね。ちょっと補給にあげよう。これで回復しつつ指導ができる。いいねいいね、体力回復ほぼほぼ満タンで、揃えられるのはいいくらいにはちょっと揃えられる段でも、まだ足らんか。もうちょっとやんないと足りないな。養生は無理だな。欲しいのは技術、こっちに。だからコツ、イベントボーナスの経験点が高い人もう揃ってるわけじゃないから、養生はだから無理だな。デンジ、デンジ育ってきたな。ララちゃん、うん、どうしようかな。デンジもちょっと育てていってみるかどうか。一旦 D で行こうとすると慣れそうだな、これ。ちょっと待って、先にこっちだな。印象が足りてないから、よし、これで OK で、デンジだな。っていうか敏捷が欲しい。守備連やって敏捷ポイントを稼ぐ気分やとか。ララちゃんのおかげで、ここで船長になりましたからの、これどっち、新海ちゃんが来ればいけんな。これちょっと一回カロリー食おう。こういう時にどっちに指導するんだかわからん。ララちゃんだった。で、まあ総合力も上がりつつ、今赤原しかいないから指導しつつで、ご褒美の飯はね、別に体力が上がるわけではないんで、で丸裸は進めていって、こういう何にもない時だよね、コツが何にもない時に何かしたいんだけど、ちょっとそうしとくか。
やることねえから。これ何がいいんだ、羊羹にしとこう。敵と地盤上。あ、めちゃくちゃ体力回復した。やった。てか、もともとあれ、体力回復してるからね。いや、マジなんもねえわ。木村ちゃんの評価上げとこう。あ、骨格来た。これで、適当な時にデートしつつ。あ、マジで全然こっち来ないんだけど。どういうこと？まあ、体力末端だし、ちょっと。一回くらい練習しますか、普通に。あれ？この二人って。コンボがあるんだ。知らんかったわ。恐怖突入とかいらねえ。で、バス停前にしよう。バス停前でもこれ勝てないからね。さて、ここは赤原は無理だから、新海ちゃん。これでいけんな。抜け。俺を超えていけ。夢。あれ、これ最初こっちでいいんだよね。次切ればいいんだよね。バス停前。何点取られた、強い。お、最後さよならで勝った。マジで強えよ、バス停前とか。ってことで新海ちゃんがなったんで、これ何、これどれ、投手でいいや、よくわかんねえ。冷静になった。なんもないけど、まあいいや、乗ったでやろう。そうだな、何があったんだけど、広角打法。で、一応広角法は取っちゃうか。にあるものも取ってこう。これすげえ、めちゃくちゃコツつかめんじゃんこれ。まあ1個しかあれだけど、あ、急でしょ。ダイダーエスラホーム突入1ムード、死守プレッシャー、イブシーン4になってる。気分屋とかいらなすぎるでしょ。で、アシストで接戦くらい。あ、格闘帳2か。で、肝心の基本値を上げなきゃいけないから、守備を一旦上げていって、今のとこ精神が少し少なめか。よし、これで一旦船長でしょ。今新海ちゃんだから強いのが、まあ赤原は OK、 気にせず上げて。ダイバーに必要なものは判断力。体力下がった。マジかよ。で、メンタル誰。あ、小村ちゃんか。小村ちゃん一番弱いわ。デンジ、あ、デンジもここやると結構いくけど、ちょっと回復したいかな。小村ちゃんに回復してもらおう。で、金徳が来てるけど、これ金徳になるんだよね。いや、取っちゃおう先に。カリスマ、え、普通にカリスマ取っちゃったんだけど、そういうこと。何も考えるな。パワーヒッター結構回収するか。じゃあこれ何くれる。え、待って、新合格法とかつかんだな。まあじゃあいいや。最後は、まあ、外野手だし。赤原どうなってる今。弱っ。高速レーザーでも取るか。なんか何でもいいや。で、これ自体は、あ、またあれか。で、余剰をそろそろ鍛えるか。赤原はダメ。デンジ、あ、デンジは結構上げられるけど、ちょっと一旦余剰だな。で、余剰船長になって、多分結構今経験点が溜まってきてるんで、ギリギリ余剰に負けた感じか。ってことはまたこっちでさばいていかないといけないか。進行格好ここか。これラッキーボーイ、アウトコースとインコースだな。マジで
邪魔くさいからな。守備度は取ろう。カリスマを取っとくか。で誰、あメンタルか、ちょっとあげるか。誰だった？これ本間ちゃんになるよね。大丈夫なはず。てかもうそもそも今幼女に負けてるし、だから大丈夫。これで本間ちゃん鍛えればなんとでもなる。これは火扱うカリスマ。あ、そっか、カリスマまた手に入るんだ。大凶、海岸のタイミングが少し遅い気がするけど、まあまあまあ、ここから新海ちゃんも鍛えつつ行きましょう。速攻で取れるようになって、よし、入れ替わって、あれ赤原のパワーヒッターまだ取ってないよね。パワーヒッターっていうかあれか、うーん、どちら、四条か、こっち誰、あ、新海ちゃんか。ちょっと待って、今どうなってる。ちょっと一旦船長クラスになって121の、あ、これ越されるかな。まあいいや、ちょっと来たよ、養生部。あ、養生部船長になった。で、養生はもう無理。あー、抜けないな、これ。ちょっと、一回、お二人しかいないから、ちょっとデートしよう。初デート、小村ちゃん。よし、OK、で、え、これどれがいい、 D とか勝って F にしよう。確実に勝つ。これもよく分かんないんだよね、どっちにすればいいのか。独身術カンパンダメだった。で、養生が来るか。養生との勝負だな。上り上司さっき取った気がすんな。独身術さえ取れれば全然いいんで、とりあえず粘り他本類生還速攻上り独身術1か。あとはね、カリスマレベル5になってるし。いや、負けてんじゃねえかよ。勝てない、強すぎる。てか、うちらが弱すぎる。で、バイト数ホーム突入とか。誰、赤原か。赤原は全然大丈夫だな。133、一旦全部 C にして、B にして、 OK、 赤原鍛えて船長になって、総合力上がって、バレンタインで体力回復して、で誰だこれ、赤原か。あー、養生がでも A か。ちょっと待って、おっしゃったよ、普通に気分や、いらなすぎる。で、アーティスト、これも速攻で取っとかないと。マジで赤原が被るからな。誰だ、あ、養生いけんな。新海ちゃん、あー、新海ちゃんいくか。まだ溢れないよね。2だ。よし、ありがたい。これ回復するよね。いや、
いいいいいい、めちゃくちゃいいわ。で、あ、しかちょ、まだあれか、足りなかったか。いくつだ、133、同じか。で、ホムラちゃん、だからそろそろちょっと拡張能力に走らないと無理かな。チャンスメーカー、うーん、1のやつはもう潰していくか。それか冷静とか、まあ2だを確実に潰すでしょ。少し1234、こんくらいでやっていこう。めちゃくちゃ人がいっぱいいんな。人がかぶりまくってるから鉄がないのか。ヒッターとかいらんもんばっか来てんな。よし、 OK、 これで新アーティスト、新アーティスト、新降格法で誰だ、ラルちゃん、赤原とかと、わし遅そう、小村ちゃん、必要なのは筋力、何気に必要か。アイテムあと1個か、どうしよう、ちょっと1回デートすっか。体力は回復するよね。よしよしよし。で誰、電池、めちゃくちゃ経験点ないね。ラインドライブも、ま、いらないはいらないからな。誰、小村ちゃん、小村ちゃん10しかない。62から72上げても多分大丈夫だよな。137でしょ、で回復しつつ、これ船長の座奪われるはずはず。よし、ちょっと待って、なんか溢れたっぽいな。いや、溢れてない、大丈夫か。で、越されたからもう一回上げてって、で、誰、これララちゃんは大丈夫なはず。ちょっと先に余剰か、この余剰もやっておくのもありだよな。ってか、これは無理だ。いや、先にこっちやろう。シドハークハイボールヒット、いや、これこそ今溢れたな。シドタックしたから。もう一回拡張。1、2、3、ちょっと10ずつにしとこう。で、どうなった？余剰か。これ上げるとどうなる？いくつたんだ？全然足んねえな。指導してもらわないとダメだ。一回指導してもらおう。盗塁。お手製ドリンク。回復するからいいよね。で、これ金得になっちゃうんだよな。あー、余剰上げたかったんだけどな。どうすっかな、こっちでいいか。一層で、ちょっと体力は減らしたくない。からのメンタルが来てんな。あ、余剰が来てるか。これは余剰67だから大丈夫でしょ。小村ちゃんのメンタル力が半端ないんだけど。よし、これはダンジョン、もう常に一番弱いやつじゃないと勝てねえかんな。一番弱いやつも勝てなかったかんな。で、ちょっと筋力が少し不足してるか。筋力がちょうど来てんな。おーっと、これはこれは一旦上げるか。新海ちゃんが船長だな、これ守備職人。いや、いけるか、越せるか。これちょっと一回、これ船長の座は俺がいただく。よし、いただいた。
まあ、自分合わせてやっぱり3人で回していくのがいい感じ。ちょ、勝てねえんだけど、マジで本当に強すぎる。よし、で船長になって赤原、こっち誰、ララちゃんか。ララちゃんちょっと弱いよな、デンジだったら直で行こう。ダブルタックル持ってるのかも。打球伸び、鶴瓶、よし、総合力 A からの誰だ、赤原やるじゃないか。これは養生3くらいだったら全然大丈夫だ。あげよう。また溢れるな、これ。ここら辺が難しいんだよね。だからで2はもう絶対取る。ラッキーブーム取ろう。アートも取ろう。もう窮地スイープも取るでしょ。冷静チャンス、あと、あ、盗塁があったな。こんなもんか。溢れないよね。溢れないと信じたい。怪我率 1% あるし。タイエース。何ドリーム打法なんて覚えてないやつ。あ、メンタルが来てるけど。どれかな。ちょっと一回ここは、デートしよう。代打。お手製。いいね。だいぶ復活した。これ誰、ララちゃん。金徳取っとくのもあれだけどな。どうしようかな。5月か。6月くらいからちょっと金徳を意識したそうかな。ストレートキラーついでに手に入れたし。これ誰、ララちゃんか。新海ちゃんが来てるから、これはもうここだな。でまた例によって溢れちゃうから、こんなもん、まあ、線あれば全然大丈夫でしょう。衝撃高速ベースラン、バイト、うおー、やった、体力めちゃくちゃ上がった。なんかしんねえけど、養生、ちょっと待って、ララちゃんじゃなくて新海ちゃん強えな。やりよるわ。総力上げて、総力上げて、養生どうだ、お前勝てるか。勝てないな。てか俺が船長になったから養生越しちゃったらダメじゃん。誰だ、ララちゃん、赤原。今俺に足りないのは何だ、何が足りない、筋力足りてる。まあいいや、ちょっとこっちにしよう。チャンス、あれ今小村ちゃんデート何回目。ララちゃん赤原か。ちょっとバランスがいいのはこっちだからな。肩、はい、ストレート、ストフォー、サポート、走塁赤原か。メンタル小村ちゃん、精神も欲しいは欲しいんだけどな。新海ちゃんがいけるか。一回ちょっと食って明け渡すか。船長多分これが最後だな。ちょっとデートもしないといけないんで、ちょっとね試合はカットしていきましょう。甲子園の最後はやるっていう感じで、で明け渡しての、明け渡しての、明け渡しての小村ちゃんがいるな。メンタルはちょっとありな気はするけど、ちょっと待って、デート何回だ今。でももう2周でしょ。で幼女はもう育たないから100に来てるから、いやーこれ美味しいだ。でも
か、もうちょっとしょうがないか。一旦これやって、待って、その前に全体的にまた能力上げなきゃいけないんだ。それを忘れていた。船長にならなくては。ラスト船長だな。でやって、あと2回3、4で出てくればいいんだよね。いやだってこれはまあでかいだろう。あと金徳回収していこう。ちょっとどれだけ回収できるかわからんけど。いや試合経験ってもでかいからね。よし、いやもうお出かけするしかない。2800、1回ずつちょっと取っとこう。でお出かけデートで、だってこれ乾燥させなきゃいけないよね。パワーヒット。まあちょっとデートはいらなかったかもしれないね。はい、 OK。 まあでもね、小村ちゃんを彼女にするっていうのはマジでガチの夢だからね。まあその夢に付き合ってもらいましょう。これ合格だと思ってんですけど。2700か。チャンス、アベレージ、いいか。もうちょっと取ってくもん取ってこう。甲子園まで来たら能力はガン上げする。意外に減ってくな。これでとりあえず OK。まあ、経験点自体は現在まばらになってんね。じゃああとはもう指導して鍛えていこう。よし、87で、あ、金が来てる。ちょっと金回収すっか。魔術師、そろそろ特殊能力も全取りしたい気がするけど、電池いいところに来た。総力ブースト、どういう状況になってる。ちょっと走塁早急怪我、ここら辺はいらない。内野安打固め、意外バント、バント初球、満塁さよなら、逆境、ハイボール、タイエース、レーザー、魔術師、高速チャージいらねえな。ポジション的にアウト取ってるでしょ。精神が少し少なめか。初撃、サイン、4番、ここをブースト、アウトフィールダー、いや意外に厳しいぞ。連発最終、あとちょっと試合でなんとかしていくしかない。これで130、試合はもう1回あるからな。あ、金を狙うか。メンタルか。まあメンタル足りないっちゃ足りないけどな。養生って何持ってんだ。いや経験点だ。経験点に目がくらむ。気分やと。あ、重戦車もらえた。違うもらえたんじゃない、重戦車覚えたんだよ。でアイテムはもう使い切ったしね。まあちょっと最後の試合でどこまでいけるか。全部500くらいにはなるかな。オクタビアとかってさ、マジでオクトスモーク以外の時に打たないとマジで打てん。オクトスモークとか分かってても打てねえかな。これは無理でしょ。もう全力ストレート。第3球は狙いで。4回の裏、しらす攻撃に入ります。独身術がないから
わからん。クソ。第2球。これは？流し打ち。無理やり打ったけど。ボールが転がる。6回の裏、シラス攻撃に入ります。このホットスモークを。これはちょっと不明でしょ。ホットスモークだらけだからね。これ返事で。悪球打ち。もう一回回ってくるか。シラスリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っているマシモ。やる気なし。これはいい当たりだ。行った。入った入った。シラス。これで150くらい入る。150くらい入るね。で20入って、1位で40入って、小村ちゃんからもらって、ララちゃんからもらって。いろいろもらって、え、どれだ、これ大田の神様だよな。走塁術、これ電光石火、守備高速レーザー分かんなかった確定的なものではなかった。3万5000か、普通だな。知らせ行くときもうちょっと行くんだけどな。3万8000とか行ったりするけど、ちょっと船長の回数がやったから少なかったのか。その分でも金徳の数とかはそれなりに多い気がするんですけど、あとどれだけ要はもう拡張能力伸ばせるかっていう話になっちゃうからね。こうのこうちょっと順番的にやっていって、まあ、技術敏捷が少し余ったくらいだから、身長か、身長か、身長にしかなれねえな。あんまり身長になりたくないんだよな。人対応もしたくないんだよな。これ上がんのだって、そもそも490、あ、 PE いったわ。490買わねえやんけ。じゃあいらない。打たれ強さ、タイピン、クイック、ポーカーフェイスになろう。緊急登板してもらおう。海岸はねちょっと使わなかったんですけど、あ、シラスいいね。PE 選手、 PE になったところか。だから外野なんで、そうか、でも天才を持ち込んでるっちゃ持ち込んでるんだよね。まあ10くらい、そこまで大差はないっちゃ大差ないんだけど、まあ、とりあえず PE 選手を作ることができました。まあ二次得2つあるからね。これさ、 PD とか作ってる人ってもうどうやって作ってんのマジで。あともう格闘あれをひたすら上げてんのかな、拡張能力を、集客力。あと106を基本的にもうちょっと揃えればいいっていう感じかな。てか S2 になるのっていくつだっけ。ニートは S2 になってるけど、まあそんな感じで、しらす高校でした。まあもうちょっとね手持ちがつければ、こう船長をうまく交互させるような立ち回りでもうちょっと点を伸ばせると思うんですけれども、まあとりあえず PE に届いたので、まあよしとしましょう。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。